どうもです、本日はちょっと iPad の話したいと思います。で、iPad の話というと、ここ最近、今日がね、2016年、9月12日なんですけれども、先日 iPad の方の価格が下げられました。いいね、下がったよ。最大で2万円ぐらい下がったよ、一番高いやつはなんですけれども、私が今使っているのは iPad Air 2でございます。で、iPad Air 2で十分満足しているんですが、ただフリックっていう雑誌知ってます？私iPad でよく見させていただくんですけど、こういうねフリックっていう雑誌があって、ガジェット系のね情報の雑誌なんですけれども、こういうのね見てるとね、何なのかしら、その何かね、こうガジェットとかをよく使う人の記事特集されてると、持ち物の中にやたら iPad が入ってるんですよ。まず iPad 持ってる方多いんですよ、バッグの中に。で、それを見てると、なんかほとんどの方がね、iPad Pro 使ってるんですよ、みんな。何?9.7 インチの iPad Pro か、12インチの iPad Pro かを使ってるんですけど、そんな iPad Pro か、みんな。おい。中にはもちろんね、iPad Mini だったり、iPad Air 使ってる人もいるんですけど、ただ見てるとね、結構な方がね、iPad Pro を利用されてるんですよね。こういうガジェットをね、愛してる人はね、最新機種言いますからね。ということで、iPad Pro をなぜ皆さんがそう好むのか。もちろんそれはマシンパワーですよ。例えば私は動画編集とかやっぱり全てこのパソコンでやってしまいますので、iPad は Air 2で十分こと足りているんですが、ほとんどね、雑誌を見たりとかネットを見たり、YouTube 見たりしか使ってないので。ただカメラマンの方だったり、外でね簡易動画編集をしなきゃいけないそのライターの方だったりすると、この iPad を持って、雑誌見せちゃダメだ、iPad を持ってこれでお外でね作業しなきゃいけないわけですよ。そしたらやっぱりマシンパワーがあった方が快適に何でもやれるじゃないですか。で、今アプリもねマルチで動かせるようになってるから、こうね Netflix 動画見ながらねパソコンでね作業したりとか、ダメじゃん動画見ながら仕事じゃダメじゃんとかね、いろいろねこうマシンパワーがあったらいろいろやれるわけですよ、というお話もございますので、 iPad Pro いいなってやっぱ思いますね。絵も描きやすいしね、アップルペンシルと合わせて。そうは言ってもですよ、高え高いよ。最大2万8000だね。2万8000の差も出てるモデルもあるね。例で言うと iPad Pro の 12.9 インチ、こちら 256GB モデルは今まで13万800円という売価だったのが10万2800円まで下がっております。これが2万8000下がったのか。これでね、ちょっと私がね欲しいかなと思うのはね、 iPad Pro 9.7 インチの32GB モデルで十分でございます。私データそんなにこの中に保存しないので。そうすると6万6800円がなんと6万2800円まで値下がりしました。タブレットが6万2800円、もっと下がるだろアップル。ただね、今回アップルのこの iPad シリーズ、iPad Pro が高いなと感じたら、プロだからね結局高いんだよ。今ねちょっとね裏の声が出てきちゃったけど、だって iPad Air 2の価格だったらまだこれも販売してるからね。こちらだったら、32GB モデル、 Wi-Fi モデルだったら4万2800円で今、これ新機種か32GB モデル新しく出たんだ。これが4万2800円だからね、高いな。ということで、iPad をね欲しかったけどなかなか手を出せなかったっていう方は、お値段はね、その iPad っていうカテゴリー、この形としてはだいぶ値下げ入ったから、欲しいと思ってた方はちょっと手を出してもいいんじゃないですかね。で、ここで極論で言うと、またいつものようにタブレットいるいらない説が出ると思うんですけど、正直いらないよ、なくても平気、全然生活できる。ただあると確かに調べ物は楽になるし、もともとね、こういう風にねマップなんか見たってやっぱり見やすいし、利点はかなりありますよ、大きいってことは。ということで、いるいらないに言うと本当にね個人個人で差が出ますので、今回は iPad お値段が価格変更ありましたよっていうご案内の動画になります。私の動画はこんな感じでゆるく自分の思いを走らせている動画になりますので、もし今回の動画気に入ったな、役に立ったなっていう方がいましたら、ぜひ高評価、こんなチャンネルでよろしければ、今後ともまた見ていただけるようであればチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。なんだかんだ言いましたが、うちで一番稼働率の高い機械って結構 iPad なんですよね。自分が Netflix や YouTube 見るっていうのも多いし、娘たちがこれでツムツムしてるというのも多いし、 iPad 役立ってるよね。